はいどうも、料理のお姉さんリュウジでーす。はーい、今回ですね、前もやったんですけども、お餅を使ったレシピをやってみたいと思います。お正月のね、余りがね、残ってると思うんでね、うちにもお餅めっちゃ余ってるので、ちょっとお付き合いいただければなと思います。はい、ではですね、材料紹介に行きます。まずですね、お餅こちら2個ですね。あと海苔2枚、これが おにぎりみたいな、おにぎり用にカットされているものを今回使います。普通のカットしてお餅型に合わせても大丈夫です。あとですね、ベーコンが2枚ですね。これちょっと厚切りベーコンを薄く切ったものなんですけども、ハーフベーコンでも大丈夫です。あとですね、こちらとろけるスライスチーズですね。これが1枚、2つで1枚、これ一番重要なんですけども、このですね、タレ醤油、サクサク醤油っていうのをですね、今回、使ってみると、これね、すごく美味しい。食べるラー油の醤油版みたいな感じでね、とっても美味しい、調味料なので、今回ね、ちょっと、こちらのチーズとベーコンにすごく合うと思うので、ちょっと使ってみたいと思います。まずですね、盛り付けるお皿にですね、海苔と、お餅をこんな感じでセットしちゃってください。はい、でですね、このまま電子レンジに入れます。50秒ぐらいです。で、かけたのがこれですね。今ちょっと45秒ぐらいで、ちょっと爆発しそうだったんで、これね、やりすぎると爆発するので、お餅がポンってなっちゃうので、電池の中を見ながらやってくださいね。で、結構柔らかくなってるんですけども、で、熱くなってですね、ここでですね、トッピングをしていきます。まずですね、スライスチーズ、これ4等、1枚を4等分にしたものの半分になります。で、これをですね、お餅の、に合わせてのっけていきます。お餅に合わせて、カットした重ねたものをのっけていきます。で、その後に、ベーコンですね。ベーコンはですね、お餅に合わせてカッティングしたものを乗せていきます。はい、で、この状態で、また、同じ分数ですね。 なので、45秒、またチンしていきます。やりすぎて爆発しちゃう。すみません、さっき、ね、45秒って言ってたんですけど、30秒ぐらいで、良かったです。これでですね、ベーコンは、結構温まりまして、チーズはとろけて、で、ここで、先ほど、言ってたこのサクサク醤油、これですよ。これを、振りかけていきます。まあ、味付けになりますね。味付けになります。これぐらい乗せちゃって、大丈夫です。はい、ということでこちらで完成です。ベーコンチーズ磯辺サクサク醤油のせでございます。もうね、めっちゃいい匂いが、もうめちゃめちゃ漂ってます。はい、じゃあですね、もう早速出来上がっちゃったわけですけども、実食の方行きたいと思います。今回はですね、こちらのね、本麒麟を合わせたいと思います。これ、ね、海苔で巻いて食べてくださいね、これね。あ、これめちゃめちゃうまい。このサクサク醤油自体が味が結構強いので、で、香りもあるので、ベーコンとお餅とチーズをサクサク醤油がまとめ上げてくれます。で、後乗せなのでサクサク感もすごく出ています。で、また全ての食材がすごく相性がいいですね。うん、あ、これめちゃめちゃいいですよ、これ。ちょっとね、味変で、ブラックペッパー、これね、少しかけていただいて、ブラックペッパーがかかることによって香ばしい香りをプラスされて、とにかくビールに合う味になりますね。これ他のビールじゃないお酒であればこのままでもいいんですけど、ビールだったらブラックペッパーの香りを乗せてもらってもすごく美味しい。これめちゃめちゃうまいの、これ酒がめちゃめちゃ進むんですよ。僕、磯辺焼きでお酒が飲める日が来ると思ってなかったです。いや、これ電子レンジでできるすごい手軽なので、もうぜひ皆さん作ってみてください。